一杯の運びで御礼を申し上げます。どうぞ一席お付き合いをいただきます。おう、んちは、熊田いるかい。おう、来たか。こっちへな、こっち。どん、なんで呼んでるって言うからさ、金ちゃんとおめえ、半ちゃんと連れてきたんだよ。なんだよってな。いや、まあ他じゃねえんだがな、花咲いたってんだよ。うん、この二三日が見頃だってんでな。どうだ、またみんなでおめえ花見行かねえかと思ってよ。花見、うん、いいね。あら、カンタがついて忙しくてね、まだ行ってねえんだい。あ、そうか、よかったね。じゃあみんなでまたどっかでよ、酒魚三段して、向こう行ってわっとこう騒ごうってんだ。いや、それなんだがね、いつもおめえ向こう行ってよ、酒飲んでおめえ締めには喧嘩になったりして帰ってくるって、ね、面白くねえだろ。だ、どうだい、今年は一つね、なんかご趣向をしてみてんだから。なんでその趣向ってな。だからよ、向こう行ってよ、俺たち4人で組んでなんかやるわけだよ、ね。で、花見物に来たって連中を俺たちの周りにたーっと集めてよ、そいつらがもうひっくり返って喜ぶようなね、まあ、今までこういうご趣向はなかったねとか、まあ、これからもちょいとできねえんじゃねえかというような、で、まあ、銭のかからねえな、なんか茶番みたいなことをやってみてんだがな。おお、なるほどね。あら、面白そうだね。で、どんなことやんだい。うん、俺はね、ちょいとこれ筋書き考えたんだが、どうだ。今年はね、あだ討ちってのやってみてんだよ。なんだよ、そのあだ討ちってな。え、敵討ち。おい、それなんか物騒だ。いや、物騒じゃない、これちゃんと筋書きができてんだからね。で、これはね、まず浪人者が一人ね、で、巡礼が二人、六部が一人と、この寄ったりりゃできようってんだよ。よ、4人で、あ、じゃあ これでできるな。ああ、そうかそうか、分かったよ。うん、で、どうなってんだい。俺はね、場所はそうだ、上のあたりがいいと思うんだがな、あのすり鉢山のよ、うん、一本松のところで浪人者がね、深編み傘をかぶってパクリパクリタバコを吸っているね。で、ここへこの巡礼がタバコの火を借りに来るという、これがそのきっかけだ。ほら、よくあるだろね、渋谷なんかにさ、卒じながら火を一つおんかしくだせ、ささおつけなせってんで、顔と顔が合うってえと巡礼が一足下がって、これから敵討ちのセリフだよ。うん、なんだよ、敵討ちのセリフって。だから、ほら、よくあるだろね、いや珍しいや、何時は何の何がしようだと、何千以前国元で我が父を打って立ちの騎士大役人、ここで太田が猛気の不服うどん家の花町へたる今日の対面、いざ立ち上がって尋常に勝負勝負とこう言うんだよ。ああ、なるほど、うん、あ、そういうのよく渋谷なんかで聞いたことあるもんな。うん、それでここでね、浪人者が今度深み傘を取るってえとね、武道の遺恨を持って打ち果たしたんだ、返り討ちにしてくれるってんで長いやつをギラッと抜くってえと、これからチャンチャーンってんで火の出るような立ち回り、これもね、あの竹っぺらに銀紙なんてのは面白くないよ、本身を使おうってんだよ。本身ってえと、吸ってるとこフェッと切れちゃうの。これも危ない。危なくないよ、これもちゃんと立ち回りの稽古をしてきゃいいんだからね。どうだめ、これやるってえとめ、客はもう見物集まるだろ。そりゃ集まるよ。ほら、渋谷なんかじゃ見たことあるけどもさ、本物の目あだ討ち敵討ちなんてのは見たことはねえやな。これバーッと人が集まるぞな。そうだ、で、いいほどのいいところでね、この六部が仲裁に入るね。まあ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 ってんで二つに分けて、敵だとつけ狙えば数限りのないこと、ここは一つ私にお任せくださいってんで、しょってる追い水の中にはね、酒魚三味線の支度ができてんだよ。六部が酒持ってんの。あ、面白いね。で、一杯ずつ飲まして、自分も一杯飲んで、後々遺恨のないように、お手を拝借、よよよいな、よいかなんかで、これからカッポレの総踊りだ。ねえ、あら、おめえ、今まで見物はよ、これは本当の敵討ちだと思うから、どっちが勝つか、どっちがやられるかってんで、手に汗して、カーッと見てるやつが、カッポレが始まるってえと、あれ、なんだよ、これ。みんなでカッポレ取ってくるの。あ、なんだ、これ花見の趣向だ、茶番だよ、やりやがったね、やややややや、日本一かなんか言ってわーっとおめ喜ぼうってんだ。面白いね、そりゃ。じゃあなんだね、おい、おしまいまで本物の敵討ちだと思わせる。そうだよね、だから当日だってなんだよ、おみんなでおめまとまって向こう行こうってんじゃねえんだよ、うち行ってる時からバラバラに出てってよ、で、向こう行って落ち合おうと、こういうわけだ。やらねえか。やろう。ほら、いいよ、面白い。ほら、そういうこと好きなんだよ。おう、じゃあやるよ。やるかい、金さんは。やる、半ちゃんもやってくれる。あ、そうか、じゃあ、ね、やるってことは話は決まった。でね、この役なんだがな、だから、ね、役豆があっちゃいけねえし、まあ俺が言い出してね、あんまりいい役取っちゃ申し訳ねえからな。よし、じゃあいいや、俺はその浪人者をやろう。ああ、おめえが浪人者。ああ、そうな、なるほどね。なんだい浪人者って。おめえ人の話聞いてねえのかよ。
なんだ、だからおめえ、巡礼兄弟の親を叩き殺してよ、ほぼ逃げ回っていようって侍だよ。うん、それをお前がやるの。いいね、ぴったりだおめえ。ああ、おめえだったらそのぐらいのことやりかねねえよ。それおめえずっと言うもんじゃ。でね、おめえとね、金さん二人はね、巡礼だね。でこのね、巡礼が刀持ってるってのはおかしいからよ、これは仕込み杖ってやつだね。で今は巡礼だけど、元はといえば侍の子だからね、腹しっかりしなくちゃダメだ。いいか。それからね、半ちゃん、おめえが六部だってのがね、後でほら三味線が入るんだよ。でこの中でほら三味線弾けるのはおめえだけだ。だから一つおめえに六部頼みてんだから、いいかい、やってくれる。よし、じゃあ話が決まった、ちょいと稽古してこうじゃねえか。なんてんで、なんとかかんとかこう稽古をするってえと、当日まず浪人門の熊さん、あれはもう自分が言い出したんですから何も凝っております。九波隊の五所門、茶剣状の帯を胸高にギュッと締めるってえと、取材の大将を落とし出し、深編み傘をかぶりますってえと、朝早くから上野の山へ行って、パクリパクリってんでタバコを吸い始め、六分なる半ちゃん、これもなかなか支度が大変で、一皿揃えるってえと、おいびつの中には酒、魚、三味線の支度をして、墓申しから上がろうってんで、豪徳寺の門前まで来るってえと、本所のおじさんとぱったりと会っちゃったんで。で、このおじさんってえのが、大変に耳が遠い、その代わり目が近いってんで、おい、そういうの反抗じゃねえか、おい。おい、反抗。え？あら、悪い人に会っちゃったんだ、こら。弱ったね、こら。こっちのが近えと思うから来たんだ、しょうがない。あ、どう、おじさん、こんにちは。こんにちはじゃないよ、おい。なんて格好してんだ、おめえは。え？そりゃな、どんな面目ねえことをして開国するかは知らねえが、たった一人のおじに何にも言わねえで、おめえってどこ行こってんだ。あら、本物だと思ってんだよ、これ。ありがてえよな、だんだん情けねえような変な心持ち。いや、おじさん、そうじゃねえんだよ、これ。こんな格好してるけどさ、これから花見行くんだよ。なんだ？聞こえねえんだよ、しょうがねえな。そうじゃない、おじさん、これね、花見の志向だよ。相模から四国へ行く？とんでもねえやろだ、この野郎。こっち行こう、いいからこっち、こっち行ってんで、ずるずる引っ張って行かれて、おじさんのうち。おばさんがいればこれこれこういうわけでって話をして、すぐ返してもらおうと思ったんですが、あいにくこのおばさんが留守で、しょうがない、おじさんと差し向かいで睨み合ってる。でひょいと思い出しましたのが、このおじさんってのはいける口ですから、おいびつの中には酒の支度ができておりますんで、酔っ払わして、その隙にツッと逃げようってんで、おじさんね、ちょっと話はとにかく後にしてね、ちょっと一杯行きましょう、一杯。なんだ、おめえは酒を持ってあるって、バカ野郎、そういう猟犬だから、何をやってもおめえは全くしょうがねえ野郎だな、本当に。そうか、じゃあ大きいやつで、なんてね、二人で飲み始め。でここで具合の悪いことには、このお酒はおじさんの方が強いんで、相手してるハンちゃんがベロベロになっちゃって、ブラッハ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 ッ、はあ、もう酔っ払っちゃったな、こらな。もうやんなっちゃったな、これ。今から上野行っても間に合わないよ、こら。あたも三人でなんとかするだろ、これね。あとは野となれ、山となれだ、こら。俺さ、俺ちょっと寝るからさ、起こしてやるよ。ね、俺ちょっと寝るから。ね、ふぅ、ふぅ、なんてね、肝心の六分がおじさんのうちで寝込んじまう。巡礼二人、これは張り切っておりますね。正面から上がろうってんで、おなり街道をまっすぐに。金さん、金さん、なんだよ、金さん、すごい人だね、おい。え、これからよ、俺たちがやることを見て、こいつら俺たちの周りパッと集まってね、拍手喝采だ、ありがてえな。はい、早く行こうよ、早く。おいおいおい、駆け出すんじゃないよ、危ないよ、おめえ。え、こんだけ人が大勢いるんだ、おめえ。おい、転んだら危ない、大丈夫だよ、転びやしねえ。あ、そうだ、金さん、ちょいとさ、立ち回りの稽古しとこうね。熊さん、ほら、あの人うるせえだろ、手が違うやなんか言ってね、のびつくごと言うんだよね。だからそんな言われるの嫌だから、ちょいとちょいと立ち回りの稽古よしなよ、バカ。こんな人が大勢いるんだ、おめえ、危ないよ。いや、危なくないよ、だってこれ仕込み杖だ。え、これ抜くわけじゃねえんだ、このまま振り回すだけなんだから、棒切れと同じだ、大丈夫だ。じゃあいいから、ちょっと金さん、そっち行って、そっち行っていいかい。で俺こうやって構えてるからね。でね、キーさん、俺の方がカッとこう切り込んでくる。え、いいんだ、形なんてどうだっていいんだから、勢いなんだからね、カッと切り込んでくるんだろ。そしたらね、俺がそうはいかねえってんだから、パッと、お、いた、待て、無礼者、待て。え、あ、いけねえ、
お侍の頭引っ張っちゃった俺。ちょ、待って。あいすいません。今こう後ろやった時におつもりに当たりまして、どあいすいません。待て、あいつ巡礼だな。おなり街道大手を振って歩くのみならず、武士の面体泥杖を当ておって、勘弁ならん、ブレ打ちだ、叩き切ってやる。それ直れと、あいすいません、ご勘弁を。ちょっと金さん、ちょっと一緒に謝っておくれよ。バカ、本当に。だから俺が寄せってそう言ったんだよ。相手は侍じゃねえか、おめえ。酔っ払ってんだよ。まったくしょうがねえな、こういう時になると俺が出てかなくちゃ。わ、分かって、じゃあ一緒に謝ってやるか。どうも、あいすいません。これいろいろ訳がございまして、ご勘弁を願います。なんだその方は。つべか。ああ、面倒だ。その方も切る。それ直れと、ご勘弁を願います。これ、今度、待て。貴公は酒が入ると気が短くていかんな。うん、いいから、拙者に任せ。まあ、待て。巡礼、顔を上げろ。いや、怖がることはないぞ。どうもただの巡礼とは思えんな。仕込み杖を持ってよ。何か身に体毛のあるみか。え、あ、どうもありがとうございます。そうなんです。実はね、体毛がありましてね、あの親の仇を打ちに行くんですよ。何、親の仇を。今度聞いたか、世は太平に流るる折から親の仇を打つとは関心な孔子両名。うん、て何か、その親の仇というのがこの江戸表に出たという何か印でもあるのか。へえ、あの上の苗まで待ってんですよ。なんだ、いえ、あのこれだけ大勢人がおりますんで、ま、上の苗場行けば会えるんじゃないかと思いまして。そうか、うん、ここで王頼も何かの縁。もし天運にかない仇に巡り会うた時には、我ら両名、お助立ちをいたそう。助立ち、いやいや、そんな、いいんですよ、助立ち。うん、もうね、ちゃんとね、打たれるように向こう待ってますんでね。なんで、いや、だから、そのいろいろ手になっておりますんで、大丈夫でございます。そうか、一時を争う身だ。この場は許すぞ。早お行け。と、ありがとうございます。さあ、驚いたのが浪人門の熊さんですね。朝からタバコばかりパカパカやっておりまして。ああ、何を知ってんだろうな、人たちは。まったくな、こっちはタバコの火がきっかけだと思ったら消すわけにはいかないよ。持ってきたタバコそっくりやっちゃったよ。腹油汗が出てきた。冗談じゃねえ。もう本当にね、あいつたちと何かやってうまくいったためじゃねえんだから、本当にな。もうやんなっちゃったもん。ケロかな、もう。ああ、もう来ないよ、こんなに。待って。来たよ。今、自分のこの子やってきやがって、バカだね、あいつら。おーい、ここだよー。金さん、こら、仇の方で呼んでるよ、面白いな、こら。どうも、熊さん、遅くなって、ちゃったって、ベタちゃん、本当に。何をしてんだ、本当に。遅いよ、熊田さん、怒らないで、しょうがなかったんだよ。今ね、そこで、侍のね、ブレ打ちかなんか言われてさ、大変だったんだが、どうしたの、ハンちゃん。え、六部。だ、本当に。六部だって、俺たちがちゃんちゃんバラバラ始めなきゃ出てこられねえじゃねえかよ。どっか、その辺の木の陰に隠れてんだよ。まっおめえたちゃおせでしょうがないんで、熊さん。ダメだよ、怒っちゃね。で、後で何かご馳走するからさ、熊さん。嫌だな、怒っちゃ。ちょっと熊さん、怒らないで、ちょいと。熊さんってわよ。熊さん。何やってんだ、おめえたちゃ。敵同士が仲良く喋っちゃしょうがないじゃねえかよ。え、おらおら、みんなこっち見てるぞ。おい、そろそろ始めろ。そうか、言ってんで、これから。卒じながら火を一つお昔くだせえからセリフがトントンと流れるってえと、浪人者が深み浅を取る返り討にしてくれるってんで、長いやつをギラッと抜くってえと、これからチャンチャーンってんで火の出るような立ち回り。物見高いは江戸の常、まして花火自分の上野でございますんで、おーい、喧嘩だ、敵討ちだよってえと、もうとえはたえ人の山でございまして、おー、ちょっと押しちゃいけない、危ねえから、ちょっと押しちゃいけないってんだよ。これ、商人、
商人、え、あ、これどうも、お侍さん。この騒ぎは何だ、うん、この中は何だ。え、あ、実はね、これあの、敵討ちなんですよ。何、敵討ち、うん、して撃つやつ撃たれるやつの認定は、雲をつくような男浪人者をね、巡礼二人がなんかこんなことこんなことやってるんですけどもね、これはとてもね、これはもうね、腕が違うね、帰り討ちに合うんじゃねえかってんで、みんな心配して見てんですよ。何、巡礼二人、本当聞いたか、最前をなり街道で出会うた孔子両名、敵に巡り会うたと見える。ん、心配することはない、我ら両名ゆえあってお助立ちをいたそう。助立ち、ありがとうございます。やってやってくださいよ。もう3人ともヘトヘトになってるんですから、で、分からねえこっちは時々3人で相談しながらやってるんですけどもね、ちょっとお侍、ちょっと待ってください。あ、さっき言ってね、巡礼ね、言ってやりました。ちょっと待って、ちょっとどけどけどけ、助立ちが減るからどけって、どけって、どに、お、お、巡礼、心配することはねえぞ。今助立ちが減る、助立ちが。もう少しの辛抱だ、巡礼。助立ちが減るぞ。助立ちだよ。あ、助太刀、金さん、金さん、向こうでなんか助太刀だ、助太刀だっつってんだ。え、なんだろうね。あ、助太刀、あ、違うよ、助太刀じゃないよ、お前、六部だよ、反抗だよ。こんだけ人が集まっちゃったの、お前、今さらお前が仲裁なんつって出てこられねえんだよ。だからお前、助太刀だって来るんだよ。あ、そう、うん、なんでもいいから早くしてくんだけど、もう立ち回りの手はつきちゃったんだから、さっきこればっかりやってんだから、もうくたびれちゃったわ。銀さん、ちょっと一服しようよ。もうそうはいかないよ、お前、どけどけど、お、最前の孔子両名、敵に巡り合うた、いやめでたいの、めでた、はは、銀さん、おい大変だよ、おい、あれ、さっきの侍だ、さっきの侍、え、おい、あれ本物だよ、おい、下手するとこいつ切られちゃうよ、おい、金さん、どうする。うるさいよ、お前は、来ちゃったもしょうがねえじゃねえか、おめえ、挨拶しろ、挨拶を。どうも、先ほど失礼いたしました。え、あ、そう、敵に巡り合いましてね、この野郎がその敵なんですけどもね。ん、うん、人相の良くないやつだな。おい、なんだおめえたち、なんか変なもん連れてきたね。え、なんだあれ、あれ、あれね、助太刀、助太刀、よせよおめえ、その来る筋がきねえじゃねえかよ。おい、何、断っちゃえ、断っちゃえよ、間に合ってるからって断っちゃえよ。そうはいかねえんだよ、今断るってと今度俺たちが切られちゃうんだから。ええ、おめえもさ、これもなんかの因縁だと思ってちょいとどっか切られなさいよ。お前今年厄年だろ。やだよ、俺厄年だ、冗談じゃろ。おい、変な顔してこっち見てんじゃねえかよ、早く断っちゃえってんだよ。何をしておる、今そこを突く隙だらけではないか、今そこを突くの、そこを切る、そ、ああ、面倒だってと、ないやつはキラッと抜くと見物がダダダダダって後へ下がって、おお、抜いた抜いた、おい冗談じゃないよ、おい、俺は逃げるよ、おめえが逃げんだったら俺も逃げるよ、おい、逃げた逃げた逃げた、どっちが逃げた、三人揃っていっぺん逃げた。そんなわけのわからない話じゃねえや、ねえお侍さん、さればさ、これこれこれ、両者の者を逃るに及ばん、最前より見ておるに、この勝負五分と五分だ。はあ、勝負は五分でも六分が参りません。入船亭扇遊さんの花見の仇討ち、お楽しみいただきました。